茨城放送ランニング部ということで、現在私たちはつくば市の研究学駅前公園を走っています。そしてやっとここ給水所に到着しました。お疲れ様です。 ありがとうございます。すいません、突然なんですけれども、お名前をお聞きしてもいいですか？つくば市スポーツ振興課の今野です。あ、今野さん、ありがとうございます。今こちらの研究学園駅前公園走っていたんですけれども、すごく景色も良くて、ちょうどこの時期梅の花も咲いていたりですとか、とっても素敵だったんですけれども、はい、このつくば市の、ランニング環境いかがでしょうか。はい、つくばはですね、ランニング、コースたくさんあるんですけれども、はい、つくば公園通り、はい、こちらはですね、筑波大学から赤塚公園までの約5キロの、歩行者専用道路となっています。はい、じゃあ走っている方にとってもすごく走りやすいところになりますかね。そうですね、あの信号も少ないので、そうですね、ランニングに限らずウォーキングや、サイクリングなんかにもおすすめのコースです。あ、いいですね。またこの筑波市では第35回筑波マラソンが行われたということでしたけれども、はい、いかがでしたか？今回は1万8000人のランナーを迎えまして、わー、すごい、はい、大変盛大に開催することができました。あ、そうだったんですか。そしてまたこのつくば市では他にもそういったマラソンですとかイベントっていうのはあるんでしょうか？はい、でこれからですね、5月7日にウォークラリー大会が開催されます。ウォークラリー大会、はい、どういったものですか？はい、こちらはですね、コマズと呼ばれる地図を読みながら、はい、問題を解きながらですね、コースを歩くものとなってます。頭も体も使うんですね。そうですね。はい、今野さん、お話ありがとうございました。ありがとうございました。で、私もこの素敵な研究学園駅前公園でこの後も走っていきたいと思います。はい、では行ってきます。いってらっしゃい。はい。